じめまして、大好きな音楽へずっと考えてたこと、どうか聞いてほしくって伝えたいこと。ちょっと照れくさいけれどずっと思っていたこと、こんなお手紙に込めて。どんな時もあなたの言葉、声を聞いているだけで力が湧いてくるんだ。好きなんだ。受け取